面白いですよね。ホグピグさんハートありがとう。クラちゃんさんかわいい、ありがとうございます。面白いんだよね、これがまた本当にね、気になっちゃうんだよね、 見始めたら。台風、あ、大丈夫かな。こんばんは、夜です。土曜日の夜です。でも明日は日曜日です。久しぶりにハマりました。おー、よかった。みんな本当にハマると思うんだよね。なんかアニメではあるんだけど、ミステリーな感じ。前田真さん、お疲れ、ありがとうございます。なんかミステリー、なんて言うんだろうな、あのね、ちょっと初めて出会った感じのアニメなんです。私はね、明日も仕事だよ。で、頑張れ、仕事偉いじゃん。大変だけどほどほどにファイトだよ。やっほー。そうですね、明日から有観客の公演はね、開始ですもん、再開ですもんね。行かれる方はお気をつけて、HKT 劇場にお越しくださいませ。お越しくださいませ。うん、伏線がね、そうなんですよ。実写化は動物だからな、最初ね。アニメーションで映画とかだったらあるかも、普通に。ん？実写難しくない？ズームのみショールーム、いや難しいですね。ズームのみ専念していいですよ。グリーンの予定早出るかな。あ、どうだ。連休なのかな。連休ですね。最初にゆっくり見る。よかった。寝不足です。そうだよね。遅かったもんね。うん、仕事送り迎えして、今駐車でお買い物。え、送り迎えして、なんていい子なのって。感じだよ。なんてよくできた子なの。こんばんは。土曜日どうですか？ゆっくりできてますか？お仕事の方はお疲れ様です。カフェでコラボしてるね。いつか愛知に会いに行って話したいなってなりました。会いに来てほしい。いっぱいお話しましょう。土曜日だけにどうよ。そういうコーナーありそう。なんか3時間くらい経ちましたね。うわ、すごっ。主婦やん。
よくできた子だ、それはもう拍手だよ。長っちさん、バラジッパありがとうございます。カレー、ホームランカレー食べたいんだけどまだ行くって。ホームランカレーファンの方ね、食べてくれた方いた。そうね、期間中にね、まあ、で来れる方はですね、無理せずね、来れる方は来ていただきたい。ゆうちのバラさん、バラ10本ありがとうございます。ちょっと詰め切ってもいいですか？なんかちょっと伸びてきた。そんなになのかな。ここでいつも私は伸ばすんですよ。伸ばしちゃう、あ、もう後でいいかとか思って伸ばすところを、もう早めに手を打っとこうかなという。ドバさん、えなさん、ありがとうございます。今日は何も見ないかも。爪切りタイム、音量注意です。早めにね、手を打っておくことによって、未来の私が喜びます。あの時詰め切ってくれて本当にありがとうね。おかげで。うちは豚とウサギ、豚じゃないんだよ、クマなんだよ。爪はね、本当に伸ばしてるとね、あれなんですよ、あとあとめんどくさくなるんですよね、本当に。 ASMR 配信、そうそうです、一種の ASMR 配信です、これは。ひろゆきさん、さゆりありがとうございます。ヤスリ嫌いなんですよ私。絶対ヤスリした方がいいんだよね。嫌いなのよヤスリが。黒板のギーって音を聞いてるぐらいの、あの不快な感じの感覚、巻き爪なの。巻き爪痛いよね。加藤吉さん、ハートありがとう。私はそうね、なんか深爪まではいかないけど結構短く切るかな。はい。どんな情報？絶対いらん情報。私は結構ギリギリまで切るかな。まず爪を見てしまいます。あー、え、深爪最高。そうなの。爪を見るかは置いといて、なんか指、手を見るとか多いですよね。人の手を見、最初に見るみたいな。私は分からんな、特に。でも手綺麗だなーっていう人もいるよね、女性、男性、性別関係なく。はい、切れましたと。あー、足の指は切った方がいいのか、もう切るべきなのか。お父さん、パパ、お父さんに切ってもらほしいんですけど、足は。お父さんに会えるまで切らないとなると伸びちゃうので、まあ、切ります。頑張って切ります。
20歳でお父さんに爪切ってもらう、お父さんに爪切ってもらう20歳とかいるかな。あまり言わない方がいいのかな、これは。恥ずかしい、恥ずかしくなるかな。爪切ってる配信はなかなかシュールだよ。アイドルも爪はちょっと切りますね。すみません。さすがに逆に切んなかったら危ないので、公演の時とかね、こうぶつかっちゃった時にね、爪で傷つけてしまう可能性あるからね。あとは足の指の爪を長くしすぎたらちょっと靴下とか破いてしまう可能性がありますし、気をつけたいところではありますね。なのでちゃんと定期的に切らないとね、ダメですよね。切り終わりましたね。はい。あいつの前ハマってしまった。マジ本当に仲良くなろう。もっとこのルームだからあり、そうです、私のルームだからありなんだよ。加藤吉さんハートありがとうございます。アイドルも爪伸びるのかな。それはさ、伸びるんだよって言ったらちょっと幻滅されてしまうのか。うん、仲良くなっていい、仲良く逆になってくれるのっていう、こちらが。靴下ってさ穴開いちゃうよね、本当にさ、伸ばしてたらさ、爪をさ。いえ、全く。よかった、人間だもの。爪は伸びてあるんですよ。爪ね、形、いろんな 爪の形あるよね。真四角の人とかもいるし、丸みたいな人もいるし、私こんな感じです、普通。ノーマルです、私多分ノーマルタイプです。芋けんぴおいしいな。すぐ切るようにしてます。えら足の爪を切るのは結構後回しにしちゃいがちなんですよね。穴が開いた靴下もね、履き続けるし、履き続けるんだけども、縫うんです私は。新しいの買いなよってお母さんに言われるんだけど、じゃあ 別に一応買えばいい話なんですけど、まあ、履けるやんっていう、縫ったら履けるやんってなって縫ったりする自分で。そう、
115、2回目。そう、靴下ね、特にお気に入りの靴下とかだとね、ずっと履きたいもんね。でも私あんまり靴下意外と持ってないのかもって思って最近、なのでちょっと可愛い靴下欲しいなと思ってます。物持ちがいいのかな。いやそうです、 あんまり捨てないんですよ。うん、そうだね、あんまりなんか使えなくなったのは捨てるけど、それ以外は使えるものはもう捨てないので、だいたい長く使います。丁寧な暮らしし丁寧な暮らししたいよ。でもずっと丁寧な暮らししてたらなんか疲れちゃいそうだよね。でもなんかまあ靴下すごい伸びきっちゃったりしてたらもうさすがにね、テロテロになっちゃったら履かないけど、それまでは結構だからめっちゃ履いちゃいます、ね、高校の時からずっと履いてる靴下とか全然ある。あの指の爪エピソードはどんなエピソードって感じなんですけど、あのね、えらいプレゼントしたくない。プレゼントみんなにされたらもうずっと履くよ、ずっと厳しい、何でも使うよ、ずっと使うよ。あの指の爪、足の指の爪がなんか、え、なんだっけな、高校生の時かな、ここ中学忘れちゃったんですけど、なんか部活が原因かわかんないんだけど、まあ、取れちゃってあの爪が剥がれちゃって、足のどこだったかな、小指かな、あ、なんか取れちゃったんですね。そう、クラウスさんクリアありがとうございます。取れちゃって痛くないの、それ痛いとかじゃなくて、そう本当に全然痛くなくて、痛いと思うじゃん、全然痛くない取れ方したんです。なんかもう剥がれかけてて、そうなんかもう栄養が行き渡ってないみたいな感じだったのかな。あのさ、普通の爪だってさ頑丈じゃないですか、もう取れないじゃん、だけどもう取れかけてたんですよ、その爪が。そうで取れちゃって、えってなって、え、怖っ、えやだーってなったんだけど、もう取りました。で取って、なんか気づいたらいつぐらいかな、わかんない、いつどんぐらいで生えてきたかわかんないけど、でもちゃんと生えてたんです。え、本当にね、いや生え変わったのよ新しい爪が生えてきたんです。クリシアさんクリアありがとうございます。そう、あれもびっくりしたよ、小指だったかな。え、なんかさ、爪って一回取れちゃったらさ、もうずっと、え、一生ないのかな、一生ないままなのかなと思っちゃってたんだけど、あの、はい、なんか下が、あの、もう多分準備してたんだよね、小指の爪ポロッと取れたことある。え、本当に生えてきた、
もうなんかスタンバってたのよ、2代目の子が2代目の子が、あ、準備またですみたいな感じでもういたので、そう大丈夫でしたね。なんでなんでなんだろう、1ヶ月ぐらいでも、私も多分そんぐらいだと思うんだよね。スカレードナイト見に行ってないですね。そう、あ、こんにちはっていう感じで2代目がスッと来てくれたので、うん、もう本当に全然問題なく大丈夫でした。ちゃんと生えてきて、おー仲間だ、それは中指もスタンバってたね。なんかスタンバってて、え、準備いいじゃんってなりましたねえ、準備いいじゃんってなって、そうなんか普通に何事もなくまた普通に新しい子が来ましたね。まあそれだけ、その1本だけです。でもカトキチさんハートありがとうございます。そう、まあそんななんか珍しいエピソードもあるね。爪ってさ、いや痛いよね。でも あれなんか伸ばしすぎてて、なんか引っかかってこう折れたりとかしたことあるわ。痛、もうダメだとなったね。その時は伸ばしすぎたらダメだって思ったね。うん、いいことないねってなった、ほんとそれで。うん、痛いもん、爪ってほんと頑丈だよね、思ってるより。痛くなかったのはもう救われたよ。巻き爪、いや愛にもね若干巻き爪なのかな。巻き爪なんかな、私どうなんだろう、若干なのかな。わかんない、放置してて結局私言った、怒られた、嘘。いやなんかでも痛くないから巻き爪じゃないかも。痛いんだよね巻き爪の方って。とまつげ長い、いやマジ伸びたんよね、ほんと感謝だわ美容液様様。まつげバサバサじゃない、まだまだだかもだけど、やはりにしては伸びたのよ。巻き爪あ、つらかった、でも巻き爪、アイドル巻き爪なの、いや私巻き爪じゃないか、うん、巻き爪系アイドルの方もいると思うよ、人間だから。あー歩くとき痛いんだ、じゃあ違うわ、すいません申し訳ない、巻き爪じゃないわ。じゃあめっちゃ伸びてる、マジ伸びた、ほんとに。ホヤモンさんハートいっぱいありがとう。ダンスに影響しそう、いやするよ。てか普通に巻き爪の人はさ、運動とかも痛いでしょ、靴履いて痛そう。病院行ったら治るんですか、それって。治療法あるの、もうカットしてもらうしかないの、治療法はあるのですか巻き爪は。パリジェンヌしたけど強かったですね。パリジェンヌね、いつだったかな、2ヶ月前くらいにしたけどね、いいよね、いいんだよね。
カットです、カットされた、麻酔なし、痛そう、え、あ、そうなんだ、切ってもらえる、そういう病院でカットしてもらえるんだね、それで楽になる、それじゃないとちょっと生きていけないよ、その歩けないよね、ワイヤーで矯正って、巻かないようにしちゃう、あ、え、ワイヤー使うの、マジで、そうなんだ、痛そう、でも巻き爪になるんだろうね、イメフ、しばらく超絶で、うわー痛そう、痛そう、そうなんだ、うん、不思議だ、二重広めになってかわいい、手だけ癖で頑張って、え、いやー、アイルもアイルも、二重幅とか安定しないから、前でずっとそう寝るときとか一日中テープつけてたりするよ、今つけてないけど、広くしたいよね、なかなかね、アイプチとか難しいんだよね、あんまりしないけど、テープ派だな、巻き爪遺伝とかじゃないかな、どうなの、急に変わっちゃうことあるんか、爪の形が変わっちゃう、え、爪の長い長い人、ギネスの本で、小学生の頃ギネスの本って流行ったんですよ、なんか図書館行ったら絶対誰かしら借りてんのよ、ギネスの本はもうすごい人気でさ、すごいことになってた、もうこんなんこんなんよ、本当にこんなの爪が、だってそれもずっと記憶に残ってます、爪は奥歌いだから元の線が、アイルもアイルも同じだよ、あれ もっと狭かったもん、めっちゃ狭くて、今も狭いけどこれより狭かったから、元の線が邪魔しちゃってめんどくさいのよ、本当にさ、やだよね、ギネスの本面白いのよね、ギネスの方面白いけど、あのすごいよ、爪の最長の人すごいよ、髪の毛の長い人も見たことあるけどすごいし、爪ってそんな伸ばせるもんなのかっていうさ、なんか折れるくない？折れちゃうじゃん、その重いんだって生活できないよ、もう爪のために生きてるってことでしょ、爪のために生きるっていう感じで、だって爪そんな伸ばしてたらなんか制限されるじゃん絶対、あ、ちょっとすいませんダメですみたいな、なんかさダメですっていうか、なんか、うん、遊園地とか行ったら、あーちょっとすいません危ないのでちょっと乗れませんとか、そのいろいろスマホ打てないね、うん、え、仕事できなくない、うん、よく伸ばそうと思うな、どういう生活をされてるんだろうな、髪の毛長い、すっごい長くて、ギネスの人はなんかちょっとほこりとかも吸い取っちゃうみたい、
もうモップみたいになっちゃうみたいで、すごい大変そうと思いましたね。小学生の私は素直に、世界にはいろんな人いるんだなみたいな、ゴミとか拾っちゃうみたい。そう、犠牲がね多すぎるよね。原始人はどうやって積み切ってたの？不思議だそれ。でもそんな伸ばしてないと思うんだよね。石で削ってたんじゃないか削れないかな。あ、でもあれあるじゃん、包丁、石包丁とかでこうワイルドすぎるかな。いやでもそんぐらいワイルドだから昔の方は、そういう可能性はあります。だからそのギネスレベルの方ってなんかすごい生活されてるなって思いますね。調べたらすごいあると思うよ、ギネス系の。生活に支障が出ちゃうレベルのギネス。スペチャリさん、さよりありがとうございます。変わったギネス世界記録、面白いやつあるんか。聞いて驚く面白いギネス記録ランキング、3位、世界一大きいタピオカミルクティー600リットルだった。2位、27万7245個のドミノを使ったドミノ投資。1位、世界一短い楽曲 1.316 秒。え？どういうこと？歌じゃないやん、どういうことよ。ドミノもすごいな、27万個って。ドイツ、さっちさん、さゆりありがとうございます。1秒の曲があるの1秒の曲。27万個のドミノやばいな。台湾、世界一大きいタピオカミルクティー、すごいね。なんか世界って広いな世界って広いなって思いますね。なんかいろんなのをする人いるね。なんなんだろう、すごいな。
トキチさん、ハートありがとう。ドミノってさ、いやー、でもさ、途中で無理だよ、もう精神的にやられちゃう。水曜日のダウンタウンとか見たことあるけど、もうなんか人間だって人格変わっちゃってたもん。クロちゃんさんの人格変わっちゃってたもん。なんか怖かったもん。誰もやったことないことやる。もう世界だから、あ、探して探してですね。ドミノはちょっとね、なんか無理だろうな。うわ、見たことあるわこれ、怖っ。やばい、面白い面白い。もう待って、やばいわ。なんかいろいろ調べてる。ヒゲに刺した最も多い爪楊枝の記録3500本。ハリセンボンみたいになってるよ、やばい。やばい、すごすぎ。どういうことこれ、本当にどうなってんの。爪楊枝をひげ、すべてひげに入れるのに3時間13分かかった。あ、3時間ぐらいなんだ、ここに刺してるってことでしょ。どうなっちゃっ、よく刺そうと思ったね。数える方もそれで大変だけど、本当に練習してたんかな。やばいね。すごい。しようと思った。それを聞いてしまったらね、ちょっともうキリがないですね。このギネスの世界の中で、ギネス界の方でもいっぱいいるから。やばいやばい。HKT のギネスの記録、え、そうなんですか。え、何のギネス？え、知らなかった。マジで？小指だけを使った懸垂の連続記録36回。小指だけですよ、ここだけで懸垂できなくね。36回、すごい。でもめっちゃなんかムキムキマッチョってわけではないけど、すごい筋肉はすごい。すごいよね。パスタ一皿の早食い、あ、パスタ一皿の早食い世界記録 26.69 秒。26秒、え、こんな山盛りになってる。すごい山盛りのパスタ26秒で食べきれちゃう。
もさ、なんか大食いならまだしもさ、早食いって私見てたらちょっとさ苦しくなるんだよね。わかります？早食いの、私早食い無理なのよね。早食いしたくないのよ。したくないし、見てるとなんかなんだろう、もっとゆっ、ちょっとゆっくり食べてゆっくり食べて欲しいと思っちゃうんだよね。なんか飲み込んだりするじゃないですか、多分あんま噛まずに。そう、なんかちょっと見てたら苦しくなるわ自分が。大食いとかはすごい幸せな気持ち、幸せっていうかね、面白くて見ちゃうけど。2分はやばいね。1時間42分22秒も雪に埋まり続けた男性。やばいね。普通は本当にやばい。なにおさん、小判ありがとうございます。重さ 188.83 トンの飛行機を 8.8 メートル動かした男性。飛行機動かすってどういうこと？ 8.8 メートルも動かす、やばいやばい。能力者やもんな。何個あんだろう。うわ、これ見たことあるわ。なんかひゃヘドバンを同時に320人で行う。オーストラリア。これはちょっとなんか更新されちゃいそうだけど。同時に373人がペンギンのコスプレ。かわいいギネス。ロンドン、ロンドンの市役所にて、どこでやってるの？市役所にて。市役所っていうのもまたちょっと違うな。みんなペンギンのコスプレしてるやん。2014年、結構昔からあるもんね。だから私小学生の頃にギネスの本すごい流行ってたので、めっちゃ昔からあるもんね。
最も大きな力こぶを持つ男性。え、すごい、なにこれ、ラクダみたい。帰ってきた。おかえり。え、すごい、日本人の方いた。あ、でも2013か。長さ 113.5cm の最も長いモヒカン。長っ。日本人の方、すっごい長い。このとんがり見てください。やばくない？えぐない？モヒカン日本人なのよ。あ、いた、爪の人いたわ。 3メートルぐらいだ。3メートルの爪の人いたわ。やばい、なんか爪からなんかヘビみたいになってる。ひー、蜂を体に33万1000匹くっつけた男性。へえ、蜂の数は重さ換算で33キロ分だったそう。なんか、怖い。なんかもう無敵の男みたいになってる。逆にすっごい怖い。どうやって数えたんだか。逆にそう、33万匹やばいでしょ。逆によ、どうやって数えた。世界でも最も顔にピアスをつけた人453個。あ、重さで、あ、そうかもしれないです。453個、すごいな。なんかもうちょっと顔つらそうだけど大丈夫かな。なんかもうこことか、あ、ここはないな、ここはないけど、ここの周りとか、口と鼻と眉毛の周りと、この真上とに全部ピアスついてる。頭に2009個の針を刺した女性。怖い。針刺してるけど、頭にも刺さってるけど、顔にもめっちゃ刺さってるけど、大丈夫なの？マジか、やばいな。中国の方です、ね、すごいです。平和なちょっと痛々しいやつが続いちゃった。卵を、おー、東京間違い。卵を11万個使ったオムレツ。オムレツの重さは6トンで、このオムレツを作るために432リットルもの油が使用されました。すごい、11万個だよ。卵11万個分だよ。卵11万個使ってオムレツ作れたんだ、本当に。
くない？プールやな。あ、プールよ。もうあのちっちゃい子普通に遊べますよ、本当にね。近い、え、あ、背の高い10代、2メートル17センチ。10代だから、17歳の人、すげえ、でかー、でかいわ、すごいな、平和のギネス。近い最長 2.9 キロの、2.9 キロメートルのウェディングドレスってさ、うわ、すごい道続いてるんですけど、これはウェディングドレス と言えるのか。なんかもう、やばいですね。なんかもう不思議ないっぱいあるな。世界ってすごいな。すごい怖っていうやつもあるわ、いっぱい。あきさん髪の毛染めたんですよね、やばいよね。え、あきさんでも会ったんだよ、会ってるのよ、もう染めてる秋田に会ったんだけど、マジめっちゃ可愛かったもん。ブログ上の最大声でギネス持ってさ、え、マジですごいね。初見です、 NMB 好きの女子です、ありがとうございます。初見さんのゆかちゃんさん、ありがとう。サッシーさん持ってるのすごいね。あきさん髪の毛の色、そう、明るいよね、結構。でもめっちゃさ似合ってるのよ、マジで超かわいい、マジで超かわいいよ。だいぶ明るい。いいですね、あきさんイケメンだから茶髪似合ってると思う、マジで。なんかまた印象変わりますね、やっぱ髪の色って印象変わります、とっても。みんなびっくり。
ブルーはね、あんま似合わない。なんかその茶髪はあんま似合わないっぽいです。ベルベの人は。そんなに似合わないみたいな。なんか色、似合う色、その金髪っていうか、アキさんみたいな色は多分似合わないと思うんだよね、ブルベの方は。きっとね。こんばんは。もう花粉ってあるんですか？シルバーはやんないかもな。シルバーやんないかな。シルバーの方とかいるけどさあ、なんか肌もっと白くないとなんかあれじゃない？めっちゃ肌白い、超めちゃめちゃ白い、本当に白い人に似合う。にも暖色とかがあるけど、暖色系ない。暖色系は多分似合わないんだよね、ブルベは。きっと花粉祭り、花粉なの？もう私まだですね。待って、去年私花粉で悩んでたっけ？ ちょっと思い出せない。あ、悩んでたっけ？あれ、思い出せないや。ミルンさん近いかです。本当ですか？ミルンさん、ミルンさんブルベだな。ブルベですね、ブルベなのかな。ブルベだね。花粉、でもディミカが花粉に悩んでいた気がするんだけど、私はちょっとだったかな、ほんの少しだったかな。どうだったかな。なんかね、年々花粉が薄くなってってんのよ、めっちゃ奇跡的に。なんか大丈夫な日が多くなってってて、年々ね。なんでなんだろう。でもちょっと体質がこう変わってきてるんじゃないかと、そういう感じですね。昔の方が本当にひどかったので、分かんない。どうなんだろう、その福岡に来てから、福岡とやっぱちょっと違うのか。どうなんでしょうね。体質が変わってってるのか、謎です。食生活で改善したんだよ。でも食生活でね、やっぱ変わってる気がする、何かしらは。改善してるよ、多分ね。なんかその花粉の人は、何だろう、小麦が原因とか、そう、肌荒れの原因は小麦が原因とか、そのなんかその食生活で変えたら良くなったみたいなことはあるらしいんですよ。だから花粉とかもなんかそういうのにちょっと関係してそうだよね。毎日すごい体力もついて、体力はね、学生の頃のがありましたね、私は。学生の頃のがね、やばかった。
得点。私100、くしゃみ普通ですよ普通と言い切る。私はもうだってこう変なんだもん、ずっと昔から変なんだよ。どうでしょうね。まあでも年にもよるのかもしれない。本当にやばい年があるかもしれない。花粉が本当に厳しい年もあるのかもしれないからね。怖いよ、花粉があるだけで元気が半分くらい失われます言い過ぎかもしれないけど、マジでそのくらいね、やばいんです。影響されますよ。生活に支障出まくりですから。本当に朝起きた時も辛いじゃん。ティッシュで鼻荒れるじゃん。で夜寝る時もなんか鼻詰まって寝れないじゃん。でもねちょっとなんか鼻詰まったことによってご飯もなんか100% おいしくいただけないじゃん。まあでも薬があるから、薬で最近のね、なんか薬とかいっぱいあるからね、そうすごいよく、ちょっとね良くなったりとかするかもしれないけど、まあちょっと眠くなる薬とかもあるじゃん。薬によってはちょっと強すぎて、だからね辛いことばっかりなんですよ、花粉は。で目かゆいじゃん。で目かきすぎるとなんか目のなんだろう物もらいとか、なんか結膜炎とかなったりするじゃん。お部屋にいて鼻が詰まるからね、本当に嫌だよね。ストレスでしかないよ、鼻詰まっちゃう。コンタクトでからしたら目あんまりかけないじゃん。だからそう嫌ですね。そうまだちょっと来てないな、来なくていい本当に来なくていい。でも秋冬はだから、そう本当に嬉しいけど、その花粉はちょっといつも心配ではある。去年は全然ね、まだ全然大丈夫な方だったの、去年。多分ね。杉花粉。杉。ヒノキもだと思うんだよね。私さ、高尾山っていうね山に登ったことがあるんですけど、高尾山登った時に杉とかヒノキの木が、多分ヒノキだ、杉もあったしヒノキもあったんだけど、木があって、すっごいその下歩いてる時も本当にくしゃみ止まんなくなっちゃって確実だねみたいな。いきなり、今まで花粉症じゃなかったのにいきなりなる人もいるって。そう、ひどすぎて北海道と沖縄間でしか天気しない人いる。マジで？マジで？それはもう重症だね。でもなんか注射とか打った方がいいみたいね、もう本当にひどい人は。
だから私も本当ひどかったら打つかな。ハイビスカスの花粉症、そうなんだ。そうなんだ。辛そうなの見ててもさ、目とか赤くなったりさ、辛そうなのよ。かわいそうになってくるもん。鼻セーブ。ってマジで全然違うよね。うん、感動したよ。鼻セレブを使って初めて使った時、こんなにも優しいんだってなりました。花粉の量、いやどうなんでしょう、花粉の量あれなのかな。なんかでもその地域によってやっぱ全然違うと思うんですよ、花粉の量がね。花粉決して少ないわけじゃないと思うんだよね、福岡。むしろすごいと思うんだけど。いやでも多分今くらいからもう飲み始めとかないといけないんだと思うんだよね、きっと。花粉症本当にひどい方は結構前からもう薬を飲んでないとダメだよみたいなのは聞いたことありますね。飲んでるよね多分、本当にガチでやばい人。あいつ大好きじゃない。それはね、ちょっと処方箋とかありませんね。はい。治療法がありません。消灯しました。早ー。もうでも9時49だもんね。9時でしょ、いつも寝て。早。早っ。夜ご飯みんな何食べましたか？お昼ご飯と夜ご飯をいつも聞く人です。
本民大体かかってる年中無休でかかってる。ハンバーグとオムレツ、美味しそう。マグロのまだカレーうどん、美味しそう。カレーうどん、カレーうどんか、美味しそうだね。フロンチーノ、味噌汁、こんばんは。ミートスパゲティ、いいね。キムチうどん、うどん、うどんいいな、うどんいいな。たくさん大使食べました。おお、厚焼き卵、おお、カレー鍋、カレーいいね。チキンおにぎり、ポテトサラ、ポテトサラダってなんでさあんなにも美味しいんだろう。あれ、ポテトサラダの美味しさになんか気づきましたね。焼肉いいな、寿司と塩取り、おお、いいな、いいな、いいな。芋最強説、お芋ってほんと最強だよね。うん、全部おいしいよ。ポテサラダおいしい、ほんとに。でも私なんかあれ、私はサラダチキンをね食べたんだけど、なんかファミマのやつを食べて、今日は初めてプレーン味みたいなノーマルのやつ食べたんですけど、やっぱローソンのやつが美味しいかもしれない。ローソン、セブンも美味しいんですけど、まあ、ローソン、あの最近セブンか、セブンノーマルのやつはちょっとローソンが美味しいなっていう。そうです、キュウリいらない、あ、キュウリ嫌いなの？キュウリ美味しい。マタケのサラダチキン、いや、ローソン売ってると思う。そう、L が強いです多分。いや、わかんないな、もう F の方は、あ、もうさっき名前言っちゃってるからあれなんだけど、 F の方はですね、なんかちょっとパサって感じなんですよ。逆に言うと食べ応えがあるのかもしれない、よく噛むパサって感じ。でも L の方は結構しっとり、すごいしっとりジューシーみたいな感じで食べやすい。うん、成城石のやつ美味しそう。わかんない、高いの？キュウリも人参もちょっと、ポテサラの中だっての美味しいじゃん。F 社のポテサラ好きです。そうね、なんか L はちょっとおすすめではあります、私的に。国翔さん、国ありがとうございます。カメさん、かわいい、ありがとうございます。もやし食べてなさいもやし食べてなさい、わよ。リンゴのスライサー入れるのは、入ってるやつはあるよね。基本あってて全然なんでも、うん。ポテトはいけます。ポテトはいけるね。実家のポテサラダ、ね、
なんかそう、美味しいよね。わかる。いやでも私コンビニのポテサラあんま食べたことないかも。どこがおすすめなんだ。福岡残ってる方、そうだな、まあ、なんて言うんだろう、うん、確かにね。マヨナムルが好きや。いや、美味しい。なんか惣菜系って美味しいよね。クロちゃんさん、だるまありがとうございます。胡椒、私ポテトで言うと、ポテトっていうかじゃがいも言うと芋餅が好きなんですよね。え、美味しくない？芋餅やばいでしょ。芋餅のあの美味しさはちょっと笑顔になれる。食べたら食べたらもう幸せになれるんですよ。あ、なんで美味しいんだろう、あんなに。いや、最高ですよね。なんかお芋のちょっと甘さもあってもちもちで、んそこの中にチーズが入ったらもう最強の最強です。でもちょっとそれは贅沢すぎるんかなとか思っちゃうんですけど、すごいさ、芋餅だ。なんか、まあ、とにかく私はもちもちしてるものは大体好きなんであれなんだけど、芋餅が美味しいんだよね。幸せな気持ちになれるよ、あれは。あんまり見かけないよね、でも芋餅って。そんコンビニにはあんまないじゃん、そこまで見かけないんだけど。いや、周り芋餅作れますよ、どや。この前作ったことある、作ったんだけど、ちょっと結構前、ちょっと前にね、自分お家で作ってみたんですけど、いや美味しかった。あんま売ってない、コンビニとかで売ってないだよね。なんかお惣菜とかのあれだよね。
いや、芋餅好きだね。好きな食べ物ランキング上位ですね。はい。私、もちもちしてるものにはちょっと目がないというか、もう弱いんですよ。もちもち系に弱いんです。みんななんか好きなのあります？サクサク系とかカリカリ系、ふわふわ系、ザクザク系、シャキシャキ系、なんかいっぱいあるね。私はもうね、もちもちですね。あの人の得意料理よりもち。え、そうなの？食べてみたいな。ピザの生地はもちもち派？うん、もちもち派一択だし、なんかピザのさ、耳にさチーズ入ってるやつ絶対選びます。チーズ好きだし、もうもちもちしてるやつがいい。薄い系じゃなくてもちもち系がいいです。もちもちの一番ほんと好きな食感はもちもちだな私。もうそのまあなんだろう、揚げ物とかだったらサクサクがいいけど、うん、総合的に私の中ではもうトップです。もちもち食感がもう好きなの。なんですかみんな。ピリ辛系、ああそういうことか、辛さ系ですね。それはもうもちもち、味はでも甘じょっぱいのとか好きだな。うどんももちもち、美味しいよね。麺類はでももちもち系好きだけど、福岡っていうか博多ラーメンはあんまりもちもちじゃないもんね。あれはなんかさ、月見じゃない、月見じゃない、つけ麺屋さんあるじゃん、あの天神のなんかすごいスカランに近いところ、あのめっちゃ混んでるところ、つけ麺屋さんあるじゃないですか。あそこのさ、なんか見たことないんだけど、見たなんかネットとかでこう見たりしたらさ、すごいツヤツヤでもちもちそうだなと思って、麺が。そう、一度食べてみたいなとは思いますね。金虎さん、あ、そう、そこです。なんかすごいツヤって、麺がツヤツヤってしてて、なんかうわーってなった見た時。語彙力があれだけど、え、美味しそうって思いましたね。みんな一回は食べたことあるのかな、ファンの方。すから近かったからさ、みんな一度は行ったことあるんかなとか思ったけど、
け麺をあんまり食べないんだよ私は。つけ麺屋さんに行ったことが本当にないんだよね。でもつけ麺ほんと好きな人は好きだよね、とっても。なんかラーメンよりつけ麺派っていう人もいるよね。私はラーメン派かな。いやつけ麺でも美味しいお店にも一回行ってみないとあれかもね。ダメですよねきっと。家系いいな。家系つけ麺屋さんでラーメン食べちゃうそうなん、そうなの。もうそれはいや美味しいんだろうけどね美味しいんだろうけどね。いやでもあれ好きなんだよ、好きなのよ、全然好きなんだけど意外と行ったことないなと思って、うん、一度は行きたい、行ってみたいなと思ってる。福岡でね。こんばんは。明日も暑いのかな。明日も暑いね。今全然暑くないっていうか全然気温低いんだけど、明日も明後日もし明後日 もう今週もずっと暑いんですよ。来週も明日28度ぐらいで、明後日も31度、30度ぐらい最高気温が、最低気温は21度23度とか、ちょっと差がありすぎて体調崩しそう、体調崩しやすそう。でも本当に暑いんですまだ。だからこっち多分関東の方は、関東の方もちょっと高い目かな。こっち30度超えます、超える予報。でも天気はいいから洗濯物とか干せてるからめっちゃありがたいんだけど、全然暑いですお昼は、うん、台風過ぎたらやっぱ暑いって。そうだよね。意外と暑いのよ。東北はすでに秋の香りがします。東北の方の方もうちょっとあれだね、服装がちょっと違いそうだね。東北、うん、本当だ。気温がもう涼しいのか、そっちの方は。福岡は30度超えてます最高気温はね。
か寒くなったり暑くなったりじゃない？なんかだって関東の方結構涼しかったでしょ？パーカー着ました。いいな、パーカー。パーカー日和。羨ましい。パーカーで過ごせるのいいな。朝は20度、うん、朝はもう涼しいね、絶対に。こっちはまあ全然暑いです。湿度高いし。うん。ねえ、体調崩しようからね、気をつけたいよね。何言ってるか。朝どうだろう、寒いかな。あ、でも、うん、早朝は肌寒いです。早朝は肌寒いですけど、でもね、朝もう8時ぐらいからは天気がいいと、もう8時、9時、25度とか、そんな、なんか涼しいとは、もう朝は涼しいです、割と。うん、天気いいと全然寒く感じないかな。うん、天気悪い日だと結構余計にね、寒く感じるんですけど。天気悪いと寒く感じるの分かる？え、分かる？え、でもなんか天気悪い日の朝とかは結構冷え、なんか冷えっていうか、涼しい。半袖だったら、あ、ちょっと寒ってなるね。まあ、太陽出てたら全然暑いんですよ。そう。もう真夏、お昼は特に。歩いてるだけで汗かくもんね、まだ。チャリ出勤が快適なんて、いいね、チャリね。秋冬ほんと快適になってくるね、どんどん。まあ冬寒いけど冬鬼寒いけど、晴れてたらまた半袖かな。うん、全然半袖で行けちゃう。なんかでも福岡はもうなんかずっとあったかい、暑いのよ。暑いっていうか、ずっと。関東はすごい急激に下がったりしてたけど、割と福岡は安定してずっと暑いのよ。なので衣替えまたできないなっていう感じだね。半袖だもん、まだ。まあ9月の最後ら、9月、9月末まではね、暑いと予想です。予想しております。最初だったら帰りたないちちゃね、コント え、気になる気になる、それすごいじゃんネタかけちゃうの、教えてほしいわコント
コメント打ってたとかじゃない、コント作ってた、すご。今日シュークリームの日だっ、ん？シュークリームの日？なんで？19、明日だ。明日でした。あ、ん？ 19？ 明日か。19日、シュークっていうこと？シューク、19。にっこり。なるほどね、シュークリームの日なんだ。ビアードパパのシュークリーム美味しいですよね。最近全然食べてないな。そう、神経やばい、厳しい人来た。19だよ。19。19日。毎月19日はそういうことなの？シュークリームの日なの？シュークリームはどっちがいい？ホイップ、いや私は生クリームとカスタード、どっちもがいいです。どっちもか、もしくはカスタードオンリー。カスタードの方がなんか美味しいな。生クリームよりカスタード派になってるかもね。ダブルクリームの方がいいな。ね、美味しいよね。シュークリームたまに食べたら美味しいなって思います。カスタード一択、まあ一択か、まあ一択でも、うん、一択っていうかカスタードだけでも美味しい。質問の職員は愛知、私よりファンの方の方が早いからファンの方のやつ見た方がいい。カスタードで何しても美味しいね。カスタードで本当にね。まあでも分かれるだろうな。生クリーム好きな人は本当に好きじゃないですか。何でも生クリームつけない。ダブルクリームはもう悪魔ね、本当に悪魔級に美味しいです。シュークリーム食べてかわいい、美味しい。なんかあの甘さはちょっと疲れた体に染み渡るよね。甘い生クリーム、あーな、うん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 、甘いのいいね。柔らかいの硬いのどっちが好き？うわーうわー、そうだな。アイジどっちも好きなんだよね。柔らかいのもは全然好きなのよ。なんだけど多分硬いのってさ、そのビアードパパのシュークリームとかって硬めの部類だよね、きっと。ちょっとザクザクみたいな。どっちも好きだな。迷うな。どっちも好きだな。どうだろう。でもなんか柔らかい方が多い気がするけど、コンビニとかは。
なんか定番のやつは。うわ、でもほんとどっちも美味しいな。究極、究極の二択です、それ。蚊の真似してストローでシュークリームの中身吸って怒られてた、クレヨンしんちゃんの話も蚊の真似、蚊の真似する人いないよね。クッキー生地もいいわ。うーん、いや美味しいな、とっても美味しいな。硬いシューをクリームにつけた、あーなるほどね。うーん、ディップタイプですね。なんかでもそんなさ、しょっちゅうシュークリーム食べるわけじゃないけど好きだわ。たまに食べるのは美味しいのよ、本当に。え、こんなシュークリーム美味しかったっけみたいなそう、後ろの1時間ぐらいシュークリーム好き結構好きなのかな。いや、どのくらい好きか分からんけど、シューアイスも好きです。でも、でもあんま食べないけど美味しいよねうん、いや美味しいのは美味しいのよ。あんまり食べる機会ないんですけど、いや美味しいよ。芋けんぴでよくない？芋けんぴね。で、あ、もう一時期やりさ、ハマりすぎちゃって、一旦ブーム終了してね、私の中では。中3でブーム一回終わって、またちょっと、久々に食べた時に、あ、美味しいわ、やっぱってなる。スイーツで迷ったら、まあ、シュークリーム外れませんね。うん。どこのコンビニが一番美味しいんだろう？ちょっと個人差あるかもだけど、人それぞれだけど、なんか大きい、いっぱい入ってる、クリームいっぱい入ってるとか。はい、ちじゃのシュールームちょっと無理やりがあるけど、まあうまいのかな。ホイップ&カスタードが好き、私もです。うん、同じかな。芋けんぴ終了の終了ではないんだけど、なんか一旦もう本当に芋けんぴの大ファンですみたいになっちゃってたの、中3ぐらいの時に。それよりかは冷めてしまった熱が。だけどまあ美味しいの、本当美味しいの、美味しいです。はい、芋けんぴっていう甘じょっぱい芋けんぴ、あ、塩けんぴ、いや塩けんぴ、え、食べたことないかも。おすすめ、甘じょっぱいにあえて弱いので、うん、それは絶対美味しいですね。レバーの間シュークリーム食えないですYouTuber さん、まだまだいける。いや好きよ、芋けんぴ好きよ本当に。でもね、なんかおかしいぐらいに好きだったのよね。ローソン、うん、やっぱローソンなんですか。ファミマが美味しいって、え、ファミマ、おお、塩けんぴは良き。食べたことないかも、塩けんぴか、気になりますね、覚えとこ。塩けんぴかと思ったらじゃがりこ食べてた時あるよね。ないなそれ徹夜とかしてさ、寝不足だった時かな、間違えちゃうのかな毎月19日の芋けんぴの日になりま、なりませなりませ、うん
もう背まで来てる、うんしかないのよ。なりません。加藤吉さんハートありがとうございます。髪染めたあきちゃん可愛いね。可愛いですよね。いやもう、いやもう、あ、似合ってる。もう、うん、言うことなしです。はい、言うことなし。似合いまくって、芋けんぴはでもコンビニでも売ってるもんね。いや美味しいよ、うん、分かる、美味しいのは分かります。はい、分かっております。美味しいんですよ、しょうけんぴも。もちろん、うん、しょうけんぴね、どんな感じ、天神のあそこの地下のところで売ってるんかな。あ、マツコの知らない世界で、しょ、あれらしいよ、紹介されてたらしいです。あだな、何、染めてないです。でも小学生の頃さ、染めてる子いたのよ結構。うん、小学生って、小学校っていいじゃないですか確か。なんか染めて OK、 私の学校 OK だったのね。なんかシルバー、そう、銀色の男子いたし、あと女の子も結構染めてる子いましたね、茶髪に。うん、でもなんか小学生って結構いない？いや結構っていうか、その学年に何人かいない？私の学校だけ？なんか数名染めてる子一人か二人ぐらいはいるんじゃないかな。今の小学生とかも結構こう YouTuber に憧れてみたいな、赤とか染めてる子いそう。人数少なかった。あー、今とかだって、いや多いんじゃないかな、善逸に憧れてみたいな。めっちゃ金髪とか多いっていうか、染めてる子はいるんじゃないかと。私都会ですね、うん、田舎じゃない。いましたね染めてる子は。そんないっぱいじゃないけど、学年に数名いたって。そう、染めても良かったんですよ小学校ね。中学はダメでした。田舎、半袖短パンの小学生ないかな。それはいるね、ガキ大将みたいな子でしょ。いるいるいる、いたいたいた、冬でも半袖短パンみたいな。暑いんだって、冬でも汗かいちゃうみたいな。風邪ひいてなかったね。中学ダメで、高校もダメでした。でもなぜか小学校は OK だったな。
染めるという概念さなかったし、だから子供が染めたいとかじゃなくて、お母さんとかお父さんとか染めたりしてたんじゃないかなって思う。どうなんだろう、染めたいって言ってたのかわからない。そういう子たちは校則破ってるわけではなかったからね、あれですけど、高校はね、なんかもうすごい厳しかったね。高校は厳しかった。なんかちょっと染めてる子、夏休みの期間とかに染めて、でも黒染めしたけどバレちゃったりしてとか、え、なんか茶色くないみたいな、すごい反省文めっちゃ書かされる。高校めっちゃ厳しかったです。頭髪検査もそう。私は染めたことなかったから大丈夫だけど、髪の長ささして、え、高校で、高校はもうちょっと自由にさせてよって思うよね。義務教育じゃないか。なんかまあ高校によってね、学校によってほんとルール全然違うから。顔が以外想像でき、いやーでもちょっとね、まあ、染めたいってなったら染めたいけどさ、今はちょっと痛むのが耳にかかったらと、そうなんだ、解約される、解約、怖っ。卒業した数度みんな染めてた。あ、え、みんなそうだった。あれの高校もみんなね、いや本当か、頭髪には厳しかったのでみんな染めてたね、卒業して数日後。やっぱそうだよね、うん、髪染めるのやっぱダメなとこ多いよね。でも高校で染めれる学校の子とかなんか染めたりしてて、いいね、いいなってみんななんか言ってたね。私は別にそこまで染めたい欲が高校の時もなかったのであれだけど、もう高校でね、友達が、他の学校の友達が染めてるのとか見て、うわーいいなーみたいな。でもまあちょっと見ると、ああ確かになんか大人っぽくなってるわみたいな、大人っぽいわで垢抜けてるみたいな、そう、うわーと思った。加藤吉さん、だるまありがとうございます。うん、そのピアスも、たそれはね、直後に金髪、高校でめっちゃ真面目そう。真面目かな真面目なんかな。でも愛の学校は割とみんな真面目だったよ、割と男子が特に真面目でした。校則はあんま破らない、あんまってか破んない、怒られたくないんで怒られたくないので怒られるようなことはしないかな、しなかったかな。怒られるのほんとめんどくさくないですか。怒られるのほんとめんどくさいしさ、なんか
反省文とか書くのもめんどくさいしさ、書いたことないけど。ピアス OK です。男子真面目にやってる感じでした。そう、逆に男子に注意を受けるみたいな。ギリギリを攻める派、そうね、まあ怒られないギリ攻めるのは、うん、ピアスは OK です。悪ぶってもう女子にモテない、うん、本当にそうです。そうだと思います。私は真面目な方がいいですね、うん、真面目が一番ですね。うん、どんな話？どんな話やねん。スカートの、スカート短くしてたな。ちょっとは短くしてたけど、ま、みんなと一緒ぐらいか。いや、結構短かった。そろそろ終わろうかな。今日ももう10時半過ぎてた。真面目な人しか勝たん。そうですね、真面目な人がいい。ジャンプ読むのはまあまあありです、ありです。私真面目じゃないわ。ゲームしちゃってたわ。漫画読んじゃってた。ではでは、ランキングをそろそろ読みたいと思います。13位ミュテンさん、12位タークンさん、11位ペシさん、10位34CP さん、9位クロちゃんさん、8位ユウツナバラさん、7位クニショウさん、6位ナオさん、5位ノッツさん、4位スミスさん、3位ヒロユキさん、2位ナガッチさん、1位ホグピグさんです。ミュテンさん、お疲れ、ありがとう。いや、今日も一日お疲れ様です。皆さん、お仕事だった方も、お休みの方もね、まあゆっくり寝てね。明日日曜日なのでね、はい、あのお仕事の方は頑張って、ファイト、体に気をつけて、みんな体調気をつけてゆっくり寝てください。うん、ありがとね、今日も長い時間ありがとうございました。じゃあね、みんな、また明日ね。良きに祝日じゃない、休日にしてください。ありがとう、おやすみなさい、バイバーイ。